はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は曇り、気温は30度、水温30度でした。今日も雨が降る予報だったので心配してたんですが、ダイビング中は雨に当たりませんでした。夕方の今、ものすごい雨でびっくりしてます。明日もダイビング中は雨が降らないといいですね。そんな今日は石垣島大崎エリアでのダイビング、昨日に引き続きアドバンス講習チームとオープンウォーター講習チーム、ファンダイブの3チームで分かれて潜りました。皆さんそれぞれ課題や目標を持ってのダイビング、とっても意識の高いチームになっております。僕が担当しているオープンウォーター講習チームも、最初は水中で呼吸をするだけでも怖いと言っていたゲストさんでしたが、一体何が怖いのか、何に対して恐怖を抱いているのか、どうすればその恐怖を克服できるのか、ゲストさんと一緒に考えながらの講習。徐々に水に慣れてきて、落ち着いてダイビングできるようになりました。明日は講習最終日、頑張っていきましょう。それでは今日はこの辺で、また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録お願いします。